はい、今回も実況対局やっていきたいと思います。はい、今回は、第5戦ですね。はい、僕は1勝3敗です。そろそろ勝ち星が欲しいところですね。はい、この方は4勝4敗の方ですね。はい、今回は、20秒のね、3回にしました。秒読みを。はい。今回はここに桂馬にしてみましょうか。秒読みを始めます。1、2、3、4、5、6、7。ちょっとやってみましょうね。一応ここはね、筋になるんですけど。結構ね、こうやると難しくなるのでね。下がっていきましたか。トビぐらいで利かしてどうでしょうかね。2、3、4、5、6、7、8、9。ちょっと重いかな。隅で生きる打ち方をしたんですけど、秒読みを始めます。悪かったかな。割り込みにはこちらからね、はい、この形でやってこられましたね。最近跳ねる方が多いかもしれないですけど、ここでツケですか。1、2、3、4。からまくるっていうことですかね。それかもう跳ねかけ継ぎで、なるほどね。1、2、3、4、5、なるほど、そういう筋もあるんですね。ここまくろうっていうことなんでね、それで跳ねるかへこむか跳ねか、なるほど。勉強になる打ち方でしたね。3、4、5。なるほど。2、3、4、5、6、7、8。あー、わかんない。これ当てつなぎがぴったりなのかな。なるほど。手から沿った手はさすがですね。4、5、勉強になりました。6、7。これ並んでいくしかないな。まあ当てて出ていくんでしょうね、多分ね。あ、ぶつかり単に。なるほどね。1、2、3、4、5、6、7。いや、うまく打たれますね。1、2、3、4、5、6。こういってね、必要な感じですもんね。これで封鎖されちゃうともう一気に敗戦になってしまいますね。1、2、3、4、5、6、7、8。しょうがないですね。こうやってなんかやっていくしかないですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。残り2回です。ここに伸びられて、どうなんだろう。つなぐとまたぶつかりも効いちゃうのか。1、2、3、4、5、6、7、8、9。きついですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。残り2回です。1、2、3、4、5、6、7。ちょっとダメかもしれないですけどね。これに対して1、2、3、4、5、6、7。1、2、3、4、5、6。それで捕まんないと。1、2、3。そうですね。捕まんないかもしれないですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。残り1回です。困りましたね。1、2、3、4、5、6、7。はい、ただただ。こう当たりが消えて抑えれば、生きる、なんとか生きる。手はあったかもしれないです。桂馬してだから7、8、9。1、2、3、4、5、6。これ打ってもらって生き生きの格好に3、4。そうですね、まあ生き生きになって、これで長期戦にできないでしょうか。3、4、5、6、7、8、9。仕方ないですね。上辺取り込まれたんであんまり良くないですかね。1、2。切りですか。1、2、3、4、5、6、7。ピュッとくんだったかな。1、2。並び打っとくんだったかもしれない。1、2、3、4、5、6、7、8、9。まあこの2目は軽く見ましょう。まあ一応ね、もう生きてるんで、当たりが効いてるんでね、取りにはいけないんですよね。1、2。1、2、3、4、5。今度押さえが気持ちいいのでね、少し。まあここはちょっと頑張ってね、地で頑張りましょう。これ黒そうか、そうないと跳ね、跳ね切りがあるんでね、一手入れてくれましたね。1、2、3。1、2、3、4、5、6、7、8、9、こうやっておきましょうか。ちょっとね、聞かされですけど。1、2、3、4、5。出がちょっと見られてるんですね。1、2、3、4、5、6、7、8。これ聞かされたのは痛いですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。1、2、3、4、5、6、7。1、2、3、4、5、6。ちょっと迫っていって今度カケツゲばそれなりにいじめられるんで、ツケですか。もう時間ないですね。1、2、3、4、5、6。試合はどうなんですかね。全然わかんない。1、2、3、4、5、6。この辺りもね、ちょっと削れると思うんですよね。まあつないでおきますか。これが効きそう。あ、効かないかな。1、2、3、4、5、6、7、8。わかんない。あっとこか。押さえた。1、2、3、4、5。そっか、これを打っときたかったですかね。1、2、3、4、5、6、7、8。そこまで来る。1。これはこう跳ねたい。1、2、3、4、5、6。2、3、4、5、6。いや困ったね。あ、これはちょっと嬉しかったですね。羽は効いたのが。1、2、3、4。1、2、3、4、5、6、7。ああ。1、2、3、4、5、6、7、8、9。これはちょっといい感じになってきたかなと。うまく頭を出すことができて。2、3。これはしょうがないかな。は地合いかどうかですね。1、2、3、4、5、6、7。1、2、3、4、5、6、7。自分の関係もなくなるんですけどね、これ。4、5、6。こうやった方がいいかな。ダメかな。1、2、3。目がないかな。やばかったかな。でも結構ダメ詰まりなんでね、なかなかここに目ができるんじゃないかなと思ったんですけどね。1、2、3、4。そんなもんですよね。1、2、3、4。1、2、3、4、5、6。ここで打ちたいんですけど、席が残るのか。1、2、3、4、5、6。はい、これで一応生きて、1、2、3、4、5、6、7、8。分かんない。1、2、3、4、5、6、7、8。これか。この押さえ自体が大きいんですね。1、2、3、4、5、6、7、8。あ、いたたた、曲がっとこうか。1、2、3、4、5、6、7。1、2、3。回り込みが打てるような気がするんですけどね。1、2、3。手が非常に悪手だったな。1、2、3、これ打たなければね、ハサミツケとかもあったかもしれない。6、7。8、9。残り1回です。1、2、3、4、5、6、7、8、9。これ打たなければ攻めつけとかあったんですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。1、2、3、4、5。試合は足らないかな。1、2、3、4、5、6、7。れはそんなこと大したことないかな。3、4、5、6。1、2、3、4、5、6、7、8。跳ね出した方が得なのか、あ、こっちの方がいいですね。うん、普通にね。1、2、3。1、2、3、4、5、6。結構細かいような気もしますね。3、4、5、6。普通にこうやってやった方が得だったかな。1、2、3、4、5、6、7。こんなもんか。あー、出て曲がった方が良かったですね。いや、ひどいな、これ。何目か違いますね。1、2、3、4、5、6、7。1、2、3、4。1、2、3、4、5、6、7、8。ちょっといい気もしなくもないんですけどね、計算違いかもしれないです。1、2、3、4、5、6、7、8、9。1、2、3、4、5。これはこれ先に当たり打てますね。1。上がって、どうでしょうかね。ここは手がいらない。ああ、そうですね、ちょっといいような気もしました。数えてみたら。最後までちょっとね、検討してみましょうか。それでは。もうね終わりなんでダメを詰めて、いやよくこの後勝ちましたね。なんとか耐えたって感じですね。これで形勢判断、そうですね、一目半、はい、まあなんとかね諦めずに打ってよかったですね。はい。いや、なかなかみんなね、相手が強くて、なかなか大変ですけど、はい、また頑張っていきたいと思います。はい。じゃあ、それでは、この辺りで終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。